地方阪神さん、もう負け方を忘れてしまう。9回のエース山本由伸を KO。 てか山本は大丈夫なのか？来年メジャー行くのに CS 東京で続けて炎上してるけど、しかもビジターでこれだもんな。オリックスはカープより弱いってえ。133-4来たらすごいなう。様子見で雑魚投手当ててきたか。あかん、阪神強すぎる。やっぱりトップによって大きくチーム力変わるのね日本は。正直岡田嫌いだから悔しい。山本交流戦3戦全勝。防御率 0.38 阪神相手に8回に安打無失点。これでこうなるとは予想つかないな。特にネタにもならん淡々とした強さ。見てないけど村上すげえな。こっちがメジャー行けよ。由伸と村上は同学齢や高校時代は智弁で選抜優勝した村上の方が格上。DH 鍋量でも勝てる。デイマーパリーグはバッターがしょぼすぎてな。3割打ったの2人だけとかヤバすぎんか？登録お願いします。